次は学生の進学先、就職先について聞いていきたいと思います。先生、ここの教室を卒業した生徒っていうのは具体的にどんな就職先やどんな、進学先っていうのが多いんでしょうか。はい、じゃあまずですね、就職先についてお話をしますけれど、実は私たちの教室は教員が3人います、教授の私とそれから准教授それから助教ですね、3人いるんですけれども、この3人とももともとは、病院に勤務していた、薬剤師ということになりますので、やはりですね、元いた職場に対するいろんなことが非常に詳しく、経験上知っていますので、できれば私たちの教室を卒業した学生にはぜひですね、病院に就職をしてもらいたいと、持ちは持ちやという言葉がありますけども、私たちの持ちは病院ということになるので、また病院薬剤師としてぜひ世の中で活躍をしてほしいというそういった思いがあります。そういった中で、過去の卒業生の多くは病院へ就職をしています。それこそ北は札幌医大から始まりまして、南は福岡ですね、福岡大学に至るまで、いろんな大学病院あるいは地域の基幹病院で卒業生が活躍をしています。最近初めて予約ですね、この次の年からですけれども、関西にもですね、卒業生が行くということで、ね、一人就職が決まっています。全国津々浦々というところまではいきませんが、卒業生いろんなところで活躍をしていますし、その就職先も大学病院を中心とした基幹病院、あるいは赤十字病院でありますとか済生会と言われているような地域の要となる基幹病院、そういったところの薬剤部へ多くの人材を輩出しています。それから進学ということになりますけれども、これはやはり就職をする学生に比べると非常に低くは少なくはなりますけれども、そういった学生も出てきています。女性の中にも将来ですね、臨床現場で活躍することを前提に大学院でさらなる研鑽を積んで、それから世の中に出たいということで今年初めて卒業生が出ますけれども、そんなふうにですね、大学院へ進学をして活躍をするというこういった学生もいます。さらに大学院について申し上げると、社会人ですね、一回外に出てもう現に仕事をしている方たち、先生方がもう一回学び直して、そして学位を取りたいと、博士号を取りたいということで私たちの教室へ所属をして社会人大学院生という形で研鑽を積まれているという方々が実は非常に多いです。あるいは製薬企業にいらっしゃる中で、学位を取りたいということでですね、日本を代表する製薬企業にお勤めをしながら、私たちの教室で、研鑽を積んでいらっしゃるというこういった方たちもいらっしゃいます。あとは近年どうしてもですね、病院への就職が非常に難しくなってきていて、中にはですね、最近は保健薬局あるいはドラッグストアに就職をする、あるいは臨床治験ですね、治験を取り扱う会社へ就職をするといったような、そういった学生も出てきてはいますが、やはりまだまだ多くは、病院薬局へ就職をすると、しかもですね、地方の学生については特にふるさとへ戻って、そしてそこの地域の基幹病院で就職をして、そしてあなたがあなたを育ててくれた地域のですね、ためにもう一回、汗を流すということをぜひしてくださいということを推奨していますので、もうなるべく地方へ帰ってもらうと、あるいは東京都近辺の出身であってもですね、そこから離れて、自宅を離れて、地域へですね、就職をしてもらうというような、こういった学生も何人も今出てきていますので、これからですね、こういった輪が全国に広がっていけばいいなというふうに思っています。ありがとうございます。この教室からこう全国各地にさまざまな拠点を置いて活動している方がいらっしゃるっていうのがすごく魅力的に感じました。ありがとうございます。それではこの教室っていうのの先生から見て、その学生の雰囲気っていうのを教えていただけませんか。そうですね、さっきも申し上げたように、我々ずっと大学にいたですね、そういったスタッフではありませんので、いわゆる民間でですね、仕事をしてきて、そして大学に移ってきたというこういった教員さんにおりますので、やはりですね、その社会に揉まれて、そして今に至っているということですから、やはり皆さん方社会に出た後ですね、恥じることのないような、そういったいわゆる社会人として最低限守らなければいけないマナーですね、そういったことを常にやっぱり私たち頭の中にありますから、どうしてもそういったところで学生に対してはですね、こう厳しく、本気で怒ったり、ね、することがよくあるんですけども、ですから学生からすると非常に厳しくですね、厳しい先生だと
というふうにこう思われている部分があると思いますが、それは決して厳しいんではなくて、社会に出ればそれがスタンダードであるというですね、こういったことを常日頃から学生には言っています。実際にはですね、教室へ配属になった後、きちんとしたですね、そういったマナーを身につけてさえくれれば、あとは非常に和気あいあいとですね、楽しく、教室の活動は続けています。もともと臨床現場に私たちいましたので、いろんな患者さんとこうですね、接する中で、ユーモアのセンスであるとか、あるいはいろんな豊富な話題をこう取り入れてですね、患者さんとお話をするということについては、職業上慣れてもいますので、そういった点ではですね、学生の皆さんとも楽しくこう接しているということが日々行われているのではないかと思いますし、また何かの機会にですね、所属している学生に聞いてもらえばいいと思うんですけれども、一見怖く見えても中は非常に和気あいあいと楽しくやってる教室だよということをきっと言ってくれるんじゃないかと思います。ですから、そういったバランス感覚の取れたですね、学生、中でもやっぱりその臨床現場に必要なのは、ある意味ユーモアのセンスであるとか、あるいは日々こう身についている教養力ですね、そういったものが患者さんといろいろ話をする上では必要になってきますので、そういったセンスをですね、身につけている、持っている、そういった素地を持ってですね、学生の皆さんにぜひ来ていただきたいというふうに考えています。ありがとうございます。その遊ぶ時と研究する時の分別っていうのが大事なんですね。ありがとうございます。いいことですね、はい、ありがとうございます。今日はいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。それでは最後に先生の方から、今この動画を見ている学生の皆さんに一言よろしくお願いします。はい、高校生の皆さんもいるでしょうし、現役のですね、本学に所属している学生の皆さんも当然、いらっしゃると思いますけれども、まずはですね、例えば、私の専門で言えば、分野で言えば、将来病院や薬局で活躍する、薬剤師になるという、そういうことを前提にしますと、そうなるためには、様々なことをこう勉強していかなければいけないわけですね。でそれは一見、直接自分がこう将来なりたいと思っているキャリアですね、仕事とは一見関係がないように思うかもしれません。例えば今高校生の皆さんであれば、受験科目には直接関係ないようなですね、科目についても勉強してきっといるでしょうし、あるいは科学、数学というものも直接ですね、将来薬剤師になるためには本当にこれが必要なんだろうかっていうふうに思っていながら、受験しなきゃいけないから、受験科目の中にあるから仕方ないから勉強してるんだっていうふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、実はそうではなくて、いろいろなことがですね、複合的に絡み合って、それがですね、土台になって、植物で言えば肥料になって、そして皆さんたちが将来こうなりたいと思う立派なですね、果実がその土の上にこう実を結ぶということになります。で今はどうしても、例えば臨床現場で活躍したいというふうに考えると、一日も早くですね、その実った果実を患者さんのところに届けたいというふうに思うことばかりに目がいってしまって、どうして美味しい果実果物がその木にたわわに実るかっていったら、それは土作り、すなわちですね、高等学校の時からのいろんな勉強、あるいは大学に入ってからの基礎科学というふうに言われているようないろんな勉強、こういったものを積み重ねることによって、結局その上にですね、たわわに実るおいしいですね、果実が実り、そしてその果実を皆さん方が患者さんに届けることができるとですね、こういうふうに勉強というのはできているんじゃないかなというふうに思います。ですから、将来世のため人のために役に立ちたいと思って薬学を志した、あるいは薬学部に入ってきたですね、皆さん方にぜひ申し上げたいのは、そういったおいしいですね、たわわに実った果実を患者さんに届けること、これは最終的な目的かもしれませんけれども、その果実を届けるためにはいろんなことを踏んでですね、プロセスを踏んで初めてその果実を届けることができるんだというですね、一見非常にね、無味乾燥した意味のないように感じる受験勉強であっても、あるいはですね、臨床を志したのに高校のですね、科学や物理の焼き直しのような授業しかやってないというふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、もしかしたらそれはそうじゃなくて、将来会うであろう皆さんのですね、活躍を期待して、臨床現場で皆さんたちがこれから会うであろう患者さんのために、もうすでにその準備が始まっているんだというふうにぜひですね、認識をして、日々ですね、将来のことをイメージしながら、受験勉強なり、あるいは大学でのですね、講義勉強に励んでいただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。
それでは場所は変わりまして臨床薬剤学教室に来ました。学生さんたちに来てもらったので早速インタビューしてみたいと思います。それでは自己紹介をお願いします。はい、臨床薬剤学教室の岡本千代美です。同じく吉川直樹と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは聞いていきましょう。まずはじめにこの研究室を選んだきっかけっていうのを教えてください。きっかけと言いますと、私下枝先生のセミナールを確か1年生の時に受講してたんですけど、その時にすごい面白い授業をされる先生だなって思って、であとこうパッションあふれる先生だなと思って、素晴らしい先生だなって思って、ぜひこの教室に入りたいなと思ったのが最初のきっかけです。なるほど。私もさっき下枝先生と対談しまして、すごい情熱あふれる先生だなと思ってすごく共感しました。ありがとうございます。ですよね。ありがとうございます。それでは、ここの学生の雰囲気っていうのを教えてください。はい、ここの学生は本当にみんな個性豊かでユーモアにあふれて、しかもそれが活気づいて活動されてます。でただしそれぞれの中には主体性とか自分を律する力がしっかりあって、やるときにはやるっていうのが私たち の一つのモットーになってます。でしかも先生方が特にですね、オープンなスペースで作業されてますので、先生方に質問するときに学生がちょっと小さいことでもすぐにやり取りできるっていうのが一番いいかなと思ってます。ありがとうございます。さっきもお話ししてた時もすごく活気づいてて、とても話しやすくてすごくいい研究室なんだなっていうのが肌に感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここの教室で使われている様々な機械について、特別に許可をいただいて見せてもらいます。それでは説明をお願いします。はい、この機械はですね、皆さんもしかしたら経験あるかもしれませんが、エコーを取るための装置です。で特に心臓のエコーを私たち見ていて、動物実験で主に使っています。なるほど。それはその研究では実際にどのような感じで使われているんでしょうか。はい、特に私の研究ですと、抗がん剤の投与によって心臓の機能が弱まってしまうということが報告されてまして、それに対して研究をしているわけですけども、マウスの心臓の機能が弱くなっちゃっているのか保たれているのか、それをこうやって実際に機械使って、まあ、例えばこうやってお腹に当ててみたりとかして検査しているところであります。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、はいはい、その手すりみたいなのって、あ、これですね。はい、何なんですか。これは実は持ち運べるんです。動物室に行くときとかはこうやって畳んで持ち運べるポータブル式ですので非常に重宝しております。ありがとうございます。はい、それではちょっと気になっている人も多いと思うんですけれども、この可愛い生物たちは一体何なんでしょうか。はい、もしかしたらこの動画ご覧の皆さんもご存知かもしれないんですけれども、こちらラボットと呼ばれているロボットでしてこちらですね、私たちはこのロボットたちを、患者さんとか医療従事者の方が感じるストレスの緩和に使えないかということを研究しています。ちょっと実際に触ってみることは、あ、大丈夫ですよ。本当ですか。ありがとうございます。重たいですけど、ちょっと重たいですけど、でもすごいプニプニしてて、お腹とか非常にプニプニしてて、これってお腹さすったりとかあるんですか。そうなんです。優しく、今そうなんですけど、優しくこうさすってあげるとすごい寝ちゃったりとか、お鼻触ってあげるとすごい喜んだりとか、すごい生命感のあふれるロボットになってます。なるほど、ありがとうございます。この鳴き声みたいなのってこの子たち特有の。はい、そうなんですよ。今この子とこの子2人いるんですけれども、それぞれで違う鳴き声、人の声と同じでそれぞれに個性があります。ちなみに名前とかってあるんですか。はい、ミルクちゃんとココアちゃんになります。ありがとうございます。それでは最後にこの動画を見ている学生の皆さんにぜひアドバイスをお願いします。はい、将来臨床薬剤師を目指している方、特に、一流の薬剤師を目指している方、ぜひ私たちと一緒に勉強していきましょう。皆さん待ってるぜ。臨床薬剤学教室の皆さんでした。ありがとうございました。